察しました。皆さん大きな拍手でお迎えください。日記福祉のお二人です。皆さんこんにちは、七福神と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕たちあの七福神を知ってる方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ほらほらいらっしゃいます。はい、なんとか今もね、なんとか頑張って生きてます。はい、ぜひぜひ深刻です。はい、これからもですね、七福神を知らない人も、今日初めて知った人も、今まで知ってる方もですね、ぜひ温かい応援をしていただけると嬉しいです。では短い時間ですが全力で頑張りますので、最後まで楽しんでいってください。最初は、男性から女性に向けてこう伝えられない、言葉では伝えられないような思い、そんな歌をですね、曲にしました。メッセージ、心の中にあるものはという歌を聴いてください。君への愛が溢れる。
市のこの間7月13日に、甲府市総合市民会館というところなんですけど、そこで、歌わさせていただいてね。そうですね、はい。あ、大事なものを今日忘れてました。1曲目から本当は用意すればいいんですけど、次は最後になっちゃうんですよ。あ、最後の曲なんですけど、その前にですね、皆様に大事なペンライトを、お渡ししますので、最後ちょっと今会場に配りに行きますので、ペンライトをぜひ最後一緒にね振っていただけると嬉しいです。はい、最後ぜひぜひお礼があってね、ぜひ七福神、ブログとかですね、ホームページとかツイッターとかいろいろやってますので、ぜひ、見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ペンライトじゃあよろしくお願いします。会場大変盛り上がってますね、ペンライト。最後ね、それをぜひ、なんとね、使用後はペンライトを使用後食べれますんで、ぜひぜひ、最後まで、はい、最後まで回りましたか。これ最後食べて終わるっていう、すごいエコなね、ペンライトなんですよ。ただちょっとゴミだけ持って帰っていただくんですけどね。まあ、確かにね、そこだけちょっと面倒くさいんですけど、ぜひぜひ最後、皆さん山梨県出身の方多分多いと思うんですけど、僕たちも山梨県出身で、今は東京で活動してるんですけども、富士山、去年世界遺産に登録されまして、その歌をですね、富士山の歌を僕たちも作りたいと思って、本当は山梨県よりの静岡をけなしたような歌を作ろうと思ったんですけど、でも、そうするとそうですね、いるかもしれないから、静岡県民の方、すいません、でも、そうすると僕たちやっぱ敵を作りたくないってことで、なんでそんなこと言うんですか。ほら、ホコタテっていう番組でもちゃんとゴボゴボの対決になりましたからね。そうですね、一応ね、はい、だけど僕たちはみんなにこう日本人、世界の人共通で、やっぱ富士山綺麗だからですね、みんなに好きになってもらいたいという思いを込めて、僕らの山という、タイトルにしました。本当は山梨の山ってやりたかった。お子さんでもこう読みやすいように、ひらがなね、僕らの山っていう、はい、感じでこうね、はい、で最後それをですね、ペンライトを、使用して、ね、そう使用して、ペンライト使用していただくので、最初は手拍子なんですけど、あまり使わないかもしれない。そうですね、使わないかもしれない。私でこういうことやってくれてもいいですか。そこはもう皆さんの自由ということで、では最後の曲、僕らの山。